みなさんこんにちは、クキタの中です。やらかしました。本気でやらかしました。いやもうこれ YouTube に撮るかめっちゃ悩んだんですけど、やばいよ本当に。頭がおかしすぎて本当にやばいんですけど、私実は大学を5年通ってるんですよ。なんで5年通ってるのかっていうのをまず話すと、説明しよう。卒業はできたんですけど、わざと卒業しなかったんですね。で、まず理由があって、なんで卒業しなかったんやって多分思うと思うんですけど、大学1年生の時に私教育発達学科っていう学科に通ってて、で教育系の学科って免許を取るか取らないかっていうのを自分で選択するんですね。で私は高校3年生の時にどうせ大学に行くなら免許を取ろうと思ってこの学科を選んだんですよ。私ずっとそういう子供が好きだったから、免許取ろうかなと思ってこの学科に入って、で4年間ずっと免許を取るっていうコースでもう授業受けてたんですよ。もうとんでもない量の数の授業を受けてきたんですね。で普通に卒業できたんですけど、なんでこうなってしまったかっていうのは、ちょっとアイドルを始めてしまったしまったというか、アイドルを始めて教育実習の期間にちょっとね、アカウントが見つかってしまって、ちょっといろいろね、やっぱりコロナ禍っていうのもあって、そのまま単位が上げれませんってなったのがきっかけなんですけど、それであと1個の単位とか2個の単位とかだったんですよ。2個かな。でもうそれでさこんな4年間さ、バカみたいな数の授業を受けてきて、このたった2個でなんかこうなるのはちょっとなんか悔しいなってなんかちょっとみたいな、ちょっとって感じで、本当にいろいろあって大学をもう1年通おうっていう決意をしたんですよ。ナータン留年が決定するぞ。それでですよ、問題はこれではないんですよこれで初めて私が大学を5年間通ってるっていう意味をね、多分知った方もいると思うんですけど、そうじゃなくて、問題はここからなんですけど教育発達学科はなんかその教育実習の授業があって、で前期は私は教育実習に行ってて普通に授業も受けてて、花丸っていう感じだったんですよ。今もう2月ですね。後期の成績が出るよっていう時なんですけど本当に笑わないで聞いて、もうやばいから、もう私この教育実習の授業、最後の授業を無断欠席してしまったんですやばすぎる。でなんか私本当に知らなくて、なんかこの授業があったことすらも知らなくて、普通にいつもこう書いてるんですよ携帯に。この授業不定期で全然こう毎回あるわけではなくて、で書いてたんですよ手帳にいつも。で普通に大学行って帰ってきて、でもそんなんも1月とかの話なんですけど、今2月で、でまず全然知らない電話番号から電話が何回かかかってきてたんですね。で気づかなくて、それに本当に。でこの間普通に事務所にいた時にめっちゃ電話かかってくるから、なんだろうって思って、とりあえずなんかフラってこうやってもしもしって出てたんですよ。したら、あ、もしもし
近くのなんとかいうものなんですけど感じで電話かかってきて、でえって思って、えはいみたいな、栗田さんですかみたいな、栗田奈々香さんですかって言われて、あはいそうですけどみたいな、なんでしょうかって感じで電話出てたんですよ。そしたら、あなた教育実習の授業最後の授業出てないけどどういうことみたいな感じで言われて、えってなって、私の中でもう最後は12月なんですよだから出ました、絶対に出てますって言って、そしたらえみたいな感じで言われて、でえ最後っていつですかって言って、1月の何日よって言われて、こうやって確認するんですよ。でえ授業あったんですかで、あったわよ、あなた無断で欠席してるけどみたいな、私何度もメールしてるんだけど全然連絡もつながらないしって言われて、メール確認したんですよ。で私携帯をね変えたんですよとかもあって、まあ、全然見てなくて、ですんごい連絡来てたんですよ、もういろんなところからで本当にやばいメールがあって、これ本当にやらかしたっていう、まあ、メールがあるんですけど、それはこれ、ちょっと待ってね、ありました、こちらですね。柿田さん〇〇です、再度の連絡でした、至急返信してください、返信がいただけないと単位を出すことができません、よろしくお願いします。本当にやったって思って、これにすら気づけなくて、電話で出てよかったわって言われて、あなた単位出せないわよこのまま電話出なかったらって言われて、もうあと少しで単位出すところだったから、本当にこの無断欠席1個でもう厳しいんですよこの授業めちゃめちゃ、ただ休むだけじゃ他の授業だったら多分許されるんですけど、これは絶対に許されない授業で、私この授業が取れなくて留年してるから、またやったと思って笑えない笑えない本当にやばいと思って、もう至急連絡しました。夜お世話になっております、〇〇〇の栗田奈々香です、この度最後の授業を欠席してしまい大変申し訳ございませんでした、欠席理由としましては12月15日が最後だと思っており、授業があることを私の確認不足で忘れておりました、本当に申し訳ございません、何も連絡してくださっていたのにも変わらず携帯を変えたことにより年齢がうまくできなかったためすみませんでした、こちらも本当にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした、最後の授業をこのような形で受けられなかったこと深く反省しておりますって返したんですけど、本当にね先生優しくて、もうとりあえず連絡がついたことにもうなんか笑ってよかったわって言ってくれたんですけど、本当にもう頭が上がりません、もうねこれはもう私病気だって思いましたもうね病気です、本当にこうやってこの授業を必ず休んでしまう、なんかこの授業はもう本当にダメでした、相性が悪かった、私何してたんだろう、授業も受けずにさ、ラーメン食べてましたこの授業またやらかして留年せざるを得なかったよっていうやらかしたエピソードでした。きっとねみんなもなんか忘れちゃうこととか、うわやらかしたって思うこととか、きっとね人間だからあると思うんですけど一緒に前を向いて頑張っていきましょう人には迷惑をかけないように生きていきたいところですが、まあ人間なんでどんな時も迷惑をかけてしまうことはあると思いますが、ほどほどに本当にやばい、もう病気だよ病気ってな感じで、私の大やらかしたエピソードでした。少しでも自分だけじゃないよ、きっとねこの日やらかしたのは何十万人って多分いると思うので、元気を出していきましょう
という話でした。バイバイ。元気出していこな。